に声出せ Fire Your Sick Bar。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでサブ東京にお越しの皆さん、こんにちは。僕たちがクロリスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず初めから一人から自己紹介お願いします。はい、クロリスのリーダーピンク色担当のゆりです。よろしくお願いします。はい、新メンバーの白色担当のルイです。よろしくお願いします。はい、緑色担当の糸葉です。よろしくお願いします。明る担当ユンです。よろしくお願いします。はい、オレンジ担当ヒカルです。よろしくお願いします。はい、黄色担当カピーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はサブ東京、スパノバですね、お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、先月のね、10月4日今日5日なんですけど、まあルイが入って1ヶ月ということで、めでたい6人体制になって1ヶ月経ちました。なんかあります？あります。そうね、でもなんか動画でとかで自分言ってるから、ちょっと今日他の人に
聞いていきたいかな。おオカピさん、うん、俺かいや、まあ、オカピ端から行ったわけ。なるほどね、なるほどね。いやちょっとコメント俺ちょっと控えさせていただいていいですか。なんで控えちゃうんだ。ちょっと控えさせていただいていいですか。結構話してるけどね、いつも。ちょっとゆうさん、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、はい、ついたのかなっていう気がね。あーね、なんか変化とか。いや6人だなって感じ。いや薄いな。めちゃめちゃ薄い。結構見せる横だけどね。待ってみんなルイに対してそんなもん。いや僕はあの長い付き合いだからあるよ。いや多分糸葉だったらなんか用意してくれる。いけるな。僕ね、はい、では次の曲いきましょう。はい、もっと頑張ります。はい、じゃあ喋らせて頑張っていきましょう。じゃあ次の曲それでは聴いてください。放課後メリーゴーランド。僕はまたどうして君から目を背けてしまうんだろうね。だけどまだ僕は君しか見れてないみたいな。おかしいよね。教室の窓から見えると僕じゃない、誰かと笑ってて、まだ何も伝えられてないけど、見えるな僕の気持ち、君だけに届けたい。この胸の月々もドキドキもバレてないから、立ち切れそうだよ。メリーゴーランド一番でいたいのに、かっこ悪い僕が邪魔する方がどう、あるさいな状態って今すぐに伝えたい。この胸のチクチクもワクワクもバレてないかな、全部君だよ。ゴーランみたいに回る僕の気持ち、ちゃんと出ると知れていてぐっと言いたいことがあるんだろう。やっぱり好き好き大好き、やっぱ好き世界で一番強がっていても本当は僕以外見ないでほしいんだ。これからのことはわからないけど、手を繋いで走り出そう、絶対に離さない。この胸のときめきも愛しさもバレてないから、君が好きだよ。メリーゴーランド
続けるため、僕は花になるよ。やっぱり好き大好き、やっぱ好き、世界で一番。君を守るため、僕がそばにいよう。さて花言葉を今歌にしよう。ずっと探してた君はいつもよりは何もいらないと、ただそこへで、ずっといつまでも君とどこまでも君を守り続けるため、幸せだけの花になるよ。あー、ラスト。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで以上でクロリスライブは終了になります。次回のライブ告知お願いします。はい、次回7日新宿ホリデーにてアニフェスです。よろしくお願いします。めちゃめちゃコンペやん。はい、物販情報お願いします。はい、この後並行物販がございます。ご新規様は1枚写メが無料で撮ることができるので、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。僕らとお話ししましょう。はい、よろしくお願いします。ヒーローショーみたい。はい、はい、ということでこの後のスパノボもお楽しみください。以上、僕たちがクロリスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。世界で、あそこまでをすればその心を掴む。
めるだろう。すげえ、今こそまた名乗りで手を出せ。またまた響くファンファーレ。誰らの君が口ずさむ歌に選ばれるように。またまた乗りでいいじゃないか。ジャジャジャと鳴らせばあらないか。全ての気の向くまま叶わしめばパッ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 。とてにこぶてごひげもとてキラキラおべべきてラブベビケ。つまんない興味ないマジでからじゃない。もっとグリゴ声出せるちょっとどいて。はい待つ待って少しおかしいけどお気に召すと信じてんだ。運動もいいし乱れずに揃えて踊るのもきっと大事なくだけど玉やハメハメちゃおう。久々のスパノバ中野栄も大正村の皆さんも最高に楽しいハイマッチやってました。乗ってけなー。マッチャー許せ。はいはいはい。ゴー。俺は誰の顔を未来可能性や無限大。君がそばにいるならスピード超特急てっぺんだって楽勝です。もしも寝どくれ何かが互いちゃって出会ってなかったとしたらなんて思っただけで今夜のこの時間はバッ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 。バカみたい。聞いて音
笑った君に囁くの。みんなで大きく超絶イケメン司と本当はずっといたかった、ただ二人でいたかった、呼ばなきゃよかったなんて思うわけなんてな。だとその目と熱で嘘がされて後ろ指で刺されて折れてみたくない、にしか立たないだから、その他は気にしないよ、好きで仕方ないだから見逃してほしいな。最低な嘘つこう、紹介させていただきます。僕たちがハイスペックマジシャです。よろしくお願いします。さあ少し結構中野 SB 東京くんの、ね、久しぶりですね。久しぶりですね。スパノバ、ね、今日は配信もございましてね、はい、そうです。ツイキャスをご覧の皆さんもお越しいただいた皆さんも本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で我々ね、あの、はい、見た目も違いますし、はい、昨日からちょっとまた新しくなったものがあるんですけど、何でしょうか。あら、新た番長、どうなんですか。2つございます。どうなんですか。新た番長、お願いしていいですか。そうですね、まあ、昨日、配信をね、TikTokで配信になりましたけれども、ね、はい、それはちょっとゲームコーナーで、はい、ちょっと負けてしまいまして、はい、まあ、負けも、なんか負けも、勝負、なんていうかな、まあ、罰ゲームがあって、はいはいはい、ちょっとね、名前が我々ハイスペックバズかハイバズなんですけれども、はい、ちょっとね、なんて言うんだろう、まあ、表記書き方が変わりまし て、うん、まあ、嵐っていう漢字、うん、漢字ありますね。そうだね、漢字が嵐って漢字ですね。漢字あって、カッコハイバズと、特に意味はないけど嵐、ね、ね、そうそう、ですね、そう書いてハイバズと読むだけですね。あ、なんか言いたそうですね。それ別にあの罰ゲームって言ったんですけど、はい、うん、別にそれは罰ゲームじゃなくて、この方が自分から提案しただけなんですよ。いや、提案はしてないよ。そうだよ、だって嵐そういう流れ、嵐って何もなかったようにしてるけど、新田先生がね、こう国民的アイドルだね。そう、国民的アイドル、嵐って書いて、そう、実はなんかね、みんなで答えを一致させるゲーム、うん、そうです、そうです。で、最後ね、国民的アイドルといえばっていう問題があったんだけど、うん、でもみんな一致して、あ、もうこれはもう一個しかないってなって、ね、ね、もうこれだと思って書いたわけ。ハイバズ、ハイバズって言って、うん、嵐と書いてたんですけど、まあ、読み方はね、ハイバズ で、あくまでね、あの某その、ね、国民的アイドルさんとは関わりはな い、 そうです、ね、ないですね、全く別なので、まあ、そちらのシーンですね、なんとあの公式ツイッターに上がってるんで、ぜひ皆さん ね見て、実際何があったのか確認してください、お願いします。はい、もう一つですね、はい、僕たちあの全体アーシャの方もですね変わりまして、ね、はい、公式ツイッターの公式 X の方ですね、そちらお褒めの、引用ポスト300件、いきますと、それぞれのソロの個人アーシャも公開されますので、ぜひぜひですね、かっこいい墓が立った、エトセトラエトセトラ、何かしら引用ホストしていただければと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。そして我々そんな国民的グループの新曲が次、はい、ありますので、そうですよ、皆さん、はい、腕をね、90度サビ真似してほしいんですよ、ね、こう僕たちがおえ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 おって言うんですね、サビの途中でですね、最後の方で、その時にこう1、2、1、2、3、4って手をね、こう90度、はい、90度っていただけたらと思います、はい、真似してください。お願いします。はい、お願いします。画面の前の皆さんも、みんなできるかな、みんなで踊ってください、ね、はい、じゃあそれでは後半戦に参りましょう、お願いします。レミちゃん、お願いします。聞いてください、 Life is Carnival。たけるもりと語る厳しょう、嫌が鬼にめぐる毎日さらいこそ Life is gonna be tough、 ど現実でもなんてことないことも特別にしよう。 晴れた空 見えるから鳴らすリズム 3, 2, 1, let's go。 Life is gonna be tough、 今日も LOL
な幸せに生きる気ラウンドワン高らかに笑うのさも取り乗せて Alright! どこどこ次の兄弟遠く聞こえてくる人のパレードが楽しそうで不安に感じる日もあるけれど踊れやる大変悩むなんて時間の無駄もうねもうねもうねもう踊ればやるや生きてるだけで帰るやもうねもうねもうねもう太陽の下調子乗せチケットじゃんけん現実との狩り場の下だ食らうわ不思議なのか
チカンズレッド裏返す表面だけでも愛されてみたいのでさあ魔法を買いに出かけよう絶対がダイムワイパー誰かなこんなシンデレラツルかなちょっと違うかな誰かなこんなシンデレラ全部出すからダメかなこんなシンデレラするかな東京マジだからダメかなこんなシンデレラあとは何だそうそうみんな頑張るな会いたいことは会いたいってほうそらほうそら油だってガガガガガ変われるって話だけどそれなり嫌なわけないきつくてわざダメかなこんなシンデレラ無理かなちょっと遅いかなダメかなこんなシンデレラ本気出すからダメかなこんなシンデレラ無理かなワンちゃんってあるかなダメかなこんなシンデレラ本気出すからおっとありがとうございます。ありがとうございます。ああ、すごい。たくさん声出してくれてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では、次、大事なことを発信したいんですけども。はい。水木くんお願いします。はい、僕たちですね、11月の13日、新宿モーションさんにて、ハイバス4回目となります定期公演を行わさせていただきます。はい。まだまだですね、チケットをまだ持ってないという顔が多いので。こんな方いるんですか、はい見た感じですね、そういう顔が多いのであらあらあらぜひぜひゲットしていただければと思います。あらあらあら使ってください。はい、お願いします。あらはい、お願いします。はい、はい、ぜひ待ってます。はい、待ってます。あと、さっきも言ったんですけど、はい、はい、アーシャがですね、アーシャがですね、はい、我々を褒めて30リポストし、インリポストしてくれると 30?300 ですね。10分の1なんです。3の勝手に全然6人までしてます。ちょっと早く出したくて、ちょっとチートしたわ。チートしたしまして、すいませんね、300です、300です、あと100ちょいぐらいですね。そうですね、いっぱいメンバーみんなね、すごいね、ビジュがいいアーシャになってるんで、はい、てか、褒め言葉って見てるとさ、気分いいよね。朝からニヤニヤしたの。ニヤニヤする、ぜひニヤニヤさせてください、お願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、久しぶりのデビューの地、中野サブでございますね。そうですよ、たくさん、日曜日なんでですね、はい、声にくれまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。見てる方もね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、来週も出させていただきますので、そうですね、お待ちしております。ありがとうございます。以上、僕たちハイスペック、まさかでした。ありがとうございました。しゃしゃ最後にそれだけ聞かせて、やっぱハイバスだな、ほらら、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、はい、この後エコー物販で待ってます。褒めて褒めて褒めて、肯定感上げてください。無我夢中で
なんて世界へ新しい到着の証明を過去と未来をつなぐストーリーはその目に焼き付けろ運命の歯車を狂わせた限り Hey bro, don't say-
たまったフラストレーションここで晴らしてってください。ネオストレンジショー、ありがとうございました。ありがとう。告知あればどうぞ。ありがとう。ありがとう。あ、次主催なんで来てください。待ってます。